有馬記念に優勝です。こちらは1976年の有馬記念を制した東証ボーイですが、この東証ボーイをおじいちゃんに持つ馬とは、A マーチンコ、 B 宝啓吉田のどちらでしょう。ひでえなこれ。50あるぐらいになるとこの辺さらっと言えるんですよ。書いてあるから。マーチンコか。A マーチンコ、 B 宝啓吉田。ありそうだなっていうのは、こんなあるかっていうのは。さあそれでは、はい、それでは A か B かの札をお上げください。せーの。あ、やばい。マイアン以外はみんな、じゃあマイアンから聞いてみましょう、うん。マイアンが選んだの馬なんでしたっけ。宝啓吉田。わかんない。なんか馬名ですから別にそんなに。そうですそうです、馬名ですから。なんでだから宝啓吉田を選んだんですか。なんで笑ってんの。一人だけマイアン。やばいね、マイアンのそれ、うん、選んだという。やばいな、ちょっと違うっぽい。じゃあマーチンコか、それとも宝啓吉田か。宝啓吉田って気になる。正解をお願いします。はい、それでは正解 VTR をご覧ください。今度は CB キャンディーが先頭か、 CB キャンディーか、内からはマーチンコをまだ粘っている。マーチンコを粘っている。そして最内に入ったのが、さあ北西ミューティー、さらに外からはモントレボーも突っ込んで合流。前の争いからマーチンコ、外からはモントレボーです。正解は A のマーチンコということで、マイアン以外が正解です。ちょっとなんか下ネタっぽい感じになっちゃいましたが、これそんなことないんですよ。ちゃんとした名前なんですよね。はい、マーチンコの馬名の由来は、マーチンという官名に母方のおばあちゃんであるミスコーのコーを取って付けられたものだそうです。あの、ちなみにですね、 B の宝啓吉田も本当に実在した馬で、地方馬として登録されたが、デビューすることはできなかったそうです。できなかったんだよ。人から受けなかったんだね。いたはいたんですよ。